はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は待ちに待ったタイムスリップ第1弾の登場、イベントはネットスタジアムが来たということで、ネットスタジアムの攻略法を解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず解説に入っていく前に主な更新情報を見ていきましょう。一つ目がリアルタイム対戦の大会オールスター杯開催のお知らせ、6月1日から開始となっており、かなり短いスパンでの開催となっています。今回は一つの大会にまとまるということで上位は狙いづらいでしょう。また前回の大会のランキング報酬も配布が始まっていますので、受け取りを忘れないようにしてください。続いて2つ目がタイムスリップセレクション第1弾の登場、ガチャ形式は例年通りとなっています。またラインナップはかなり豪華になっていますので、累計に期待ができるでしょう。タイムスリップセレクション第1弾の取るべき選手に関しては明日の動画で触れていきます。主な更新情報は以上となります。続いては本題のイベント攻略に入っていきます。まずネットスタジアムがどんなイベントかというと、発見したスタジアムで試合を行い集客をするイベントです。予想通りイベントの仕様変更もあり、ランキングは累計収入で争う形となっています。意識するべき点も変わってきますので、一つずつ確認をしていきましょう。ということでポイント解説の方に入っていきます。ポイント1つ目、ネットスタジアム、超ネットスタジアム、白熱スタジアムの際は3倍試合を使用しましょう。スタジアムのボーナスは集客人数に対してもかかるため、ここでの立ち回りは変わりません。この3つのスタジアムのみボーナス 200% を超えてきますので、より多くのスタミナを使用していきましょう。積極的に3倍試合を使用することでイベントの進みが良くなります。またもちろん収入にも関わってきますので、ランキング勢も同じ立ち回りになるでしょう。続いてポイント2つ目、おそらく26日に来る A ランク以上確定スカウト、自チーム確定スカウトに関してです。今回から選手ボーナスは累計の隅には関係ないため、累計回収勢の方はスルーをしていきましょう。後から走るランキング勢に関しては A ランク以上確定スカウトを5回引いてください。また初日からタイムスリップのガチャを引いて走る場合もスルーになってくるでしょう。エナジー消費を抑えたい場合は A ランク以上確定スカウトを5回引いて走ることを推奨します。続いてポイント3つ目、累計報酬のタイムスリップ契約書はすぐに開封しましょう。先ほども触れた通り、選手のボーナスは累計の進みには関わらないため、主にランキング勢が意識するべき点となっています。ただ累計回収勢の方も30万円に入れる場合はありますので、意識しておいて損はしないでしょう。とりあえずすぐに開封しておくことをお勧めします。また A ランクタイムスリップ選択契約書に関しては、 S ランクタイムスリップ契約書の結果を見てから開封しましょう。 S ランクタイムスリップ契約書でオーダーに入る選手が引けた場合、その選手の限界突破要因を選択契約書で選ぶ必要性が出てきます。純正の方や取る選手を決めている方は A ランクタイムスリップ選択契約書の方も早めに開封してしまって問題ないです。続いてポイント4つ目、 A ランク限界突破コーチ、 B ランク限界突破コーチが余っているランキング勢の方はタイムスリップの選手に使用しましょう。限界突破をすることでわずかにボーナスを増やすことができます。こちらも収入ボーナスになりますので、累計回収勢はほぼ関係ありません。続いてポイント5つ目、累計回収勢は活躍ゲージ7役以降も操作しましょう。このイベントでは自操作の結果に応じて集客数が変わってくるので、活躍ゲージ7役以上の操作もした方がお得となっています。なるべく操作はした方がお得でしょう。ただランキング勢に関しては時間効率が落ちてしまうため、基本活躍ゲージ7役までで問題ないと思います。続いてポイント6つ目、オーダーは育成オーダーにしましょう。育成オーダーでも十分勝てますので、育成したい選手を入れた方がお得となります。ただ活躍ゲージを取るのも大切なイベントとなっていますので、ベンチには打てる選手を2人置いておきましょう。自走車では毎回代打を出して活躍ゲージを稼ぐのがいいと思います。またチーム方針に関しては代打などの交代系を消極的にしておきましょう。こうすることで試合終盤の出番操作の際にベンチの選手が勝手にコンピューターに使われているケースが少なくなります。細かいところですが意識をしていきましょう。続いてポイント7つ目、熱湯タイムに入っていない状態でスタミナがなくなる際は最後の試合は終わらせないようにしていきましょう。試合を終わらせてしまうとスタミナがない状態で熱湯タイムに入ってしまう可能性が出てきます。試合を終わらせなければ熱湯タイムには入らないため、この画面でスタミナを貯めておくのがいいでしょう。
続いてポイント8つ目、今回の主な累計報酬に関してです。まとめると60エナジー S ランクタイムスリップ契約書、 A ランクタイムスリップ選択契約書2枚、 A ランクタイムスリップ契約書2枚、 S ランク 10% 契約書、 S ランク特訓コーチ、 A ランク特訓コーチ3枚となっています。大幅にエナジーの配布が減らされましたが、今回からご祝儀報酬が選択可能となっています。豪華報酬には変わりないので、しっかりと回収するようにしていきましょう。あれ、ご祝儀報酬の中身見れないんですかね、これ。続いてポイント9つ目、自然回復で終わるかどうかに関してです。前回から仕様変更があったため進めてみないと分かりません。ただエナジーの配布量がかなり減らされたのを考えると、自然回復で終わる設定になっているのが予想されます。毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、進みの目安としたい方は参考にしてください。続いてポイント10個目、イベント期間中の得点はスタミナ回復と経験値のどちらがおすすめかに関してです。これに関しては累計回収勢の方はスタミナ回復、ランキングを走る方は経験値を推奨します。スタミナを使うイベントのためスタミナ回復を選んでおけばイベントの進みもかなり違ってくるでしょう。ランキングを走る方は少ない量でも経験値が積み重なり、経験値選択が生きてくるので、そちらがおすすめです。ネットスタジアムの攻略法は以上となります。イベントの進め方は把握できたでしょうか。仕様が変わりましたが、大幅にやることは変わらないので、コツコツとイベントを進めていきましょう。この情報が良かった方、累計で神引きをしたい方はぜひ高評価チャンネル登録などよろしくお願いします。続いては前回のリアルタイム対戦の大会のランキング報酬が配られたということで、そちらの S ランク契約書を溜まっているゴールド契約書と一緒に引いていきたいと思います。 S ランク 10% もありましたね。ということで合計5連で引いていきます。お願いします。でしれっとね、ちょっと大会あんまねやれてなくて、まあ第1回からねずっとリボン、第1回からだっけな、まあずっとリボンね自分獲得してきたんですけど、今回ねリボンまではやらず、まあ正確には1回リボン入ったんですけどね、なんかそこから漏れちゃって、結局 S ランク契約書の順位にとどまっています。さあ1枚目補強したい。お、牧原選手 A ランク持ってたっけな、ちょっと確認してみないと分かんないですね。なんか持ってなかったような気がする。さあ2枚目 A ランク、さああとはゴールド契約書です。ということで契約書の結果はこんな感じでした。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画途中でも触れた通り、タイムスリップセレクション第1弾の取るべき選手の動画を上げる予定です。少し早めの時間帯に動画を上げる予定なので、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。